ラーで入れております。結構色味はしっかりしてて、あ、よくない？すごく合うわ。毎度ワイン三昧竹前です。今回は本場フランスで人気のコスパワインをご紹介&実際に正直にテイスティングしていきたいと思います。イエーイ。はい、皆さんワインの本場フランス人は実際ね、どんなワインをデイリーワインとして飲んでるのか気になりませんか？きっと日本人が毎日味噌汁を飲むようにもうね、習慣としてワインを飲んでると思うんですよ。で、今回はですね、テイストフランスマガジンというフランスの専門誌を参考にこの動画を撮っているんだけど、この記事を書いているバレンティン・ベノイストさんはフランス生まれでワインショーを経た後、今はフランスの有名な専門誌にも寄稿している、まあ、食とワインの専門家なので、そんなね、現地の方が推奨する10本のね、安うまコスパワインは一体どんなものなのかね、実際にサイトを見ながら検証していきます。はい、でまずね、この記事はね、ちょっとポンド表記なんですけど、まあ日本円にすると1800円から2000円くらいのワインに今相当しますね。で、実際に購入して手元にね、2本のワインもあるので、こちらなんですけれども、はい、後半はね、実際に三昧チームみんなでテイスティング、はい、試飲もしていきたいと思います。はい、ではでは早速見ていきましょう。で、これはね、あのランキングではないんだけど、まあ一番上にある、まあきっとね、これはね、一番のおすすめのワインなのかな。一番目はベルジュリード・ラ・パスティードという作り手のバンド・ペイドックで、赤・白・ロゼ3種類ありますね。で、これは赤は変えたので後で飲みます。で、バンド・ペイドックっていうとフランスの中でも南の方、まあ南仏って言って、まあ、とってもね、暖かい産地のワインなんだけど、日本のね、ワイン通の中でもこの南仏のワインはコスパワインが多いということで結構注目されている、そんな産地ですね。で、2つ目はタンナーズフレンチロゼ PGI コートドガス購入ということで、コートドガス購入っていうのは、まあ、地名なんですよね。で、ボルドー地方の少し南の方にあるんだけど、ここはね、逆に結構マイナーな産地で、調べてみると日本にはね、白ワインたくさんあるんですよ。でもロゼワインは全然なくって、だからね、このね、ロゼのワインはね、日本ではね、売ってなかったんですよ。そう、やっぱね、フランスではロゼワインすごい人気なんだけど、日本ではね、まだまだね、ロゼワイン流行ってなくって、かれこれずっと言ってるんですけどね、ロゼブーム早く来てくれるといいなって思ってます。まあ、こんな感じでね、あの買えなかったワインも結構あるので、他ざっくり見ていきましょう。で、3つ目がまあ、ローヌの赤でしょ。で、4つ目5つ目がバンドフランスだから、これはまあ、フランスで収穫されたブドウだったらどの地域のものもブレンドできますよっていうね、結構ね、自由度の高いワインであることが分かって、で、4つ目はね、マルベックっていうブドウだから、まあこれ黒ブドウなんだけど、結構濃厚な色をしたタイプのワインですね。味わいも濃厚、アルコールも強め。で、5つ目はバンドフランスキュベサントジュニビエーブブラン、はい、これは白ですね。これ変えたので後で飲みたいと思います。で、6つ目はみんなが知ってるボジョレーヌーボーでおなじみのフランスボジョレー地区のワインで、7つ目はボルドーですね。これね、飲みたかったんですけどね、これも日本に売ってなかったんですよ。泣きーみたいな。メルノで作られてるから、きっとね、牛タンシチューとかに合うんじゃないかなって思うんですよ。で、8本目、9本目は、ボルドーよりも北の位置にあるね、ロワール地方の白で、まあ、最後、10本目は、ブルゴーニュの中でコスパがいいことで有名な、マコン地区の白ワインです。シャルドネっていうブドウを使ってます。まあ、こんな感じですね。さささーって解説しましたけど、まあ、ね、全体的にボリューム感がある程度しっかりしてる、まあ、飲み応えのあるワインが多い印象なんですけど、P どうですか？そうだね。バラエティに飛んでるよね。確かに、バレンティンさんがね、そうやってバラエティ豊かにワインを選んでくれたんじゃないかなって思います。マイナーだね。そう、マイナーだよね。コートドガス購入ってそういえばどこだっけって思って、日本に全然ないから改めて調べ直したもんね。で、まあさっきも言ったけど、まあ調べてみたところ、日本でね、売ってないワインも結構あったので、まあ日本で買うことのできたね、この2本のワインをね、実際にね、検証していきたいと思います。はい、じゃあまず1本目はこちら。はい、キュベサンジュニビエーブブラン、バンドフランス。もうめっちゃ言いにくい。キュベサンジュニビエーブです。で、ブランっていうのは白って意味ね。で、お値段は1300円。で、ブドウはこんな感じで、はい、マイナーブドウ3品種ということで、実際に飲んでみましょう。はーい。こちらで入れております。結構色味はしっかりしてて。で、なんかね、ちょっとね、グラスにね、気泡が溜まってるんだよね。だから、ちょっと、なんていうの、公式では言えないけど、微炭酸みたいな。なんか舌がピリッてする感じがあるんじゃないかな。うん、はい、いただきます。うん、
いかがですか。いやこれ普通にいいね。これいいね。なんかレモンみたいな すっきりとした辛口もあってライムもあるんだけど、アフターがパイナップルのような常夏の甘さがあって、でこれあの発酵熟成はステンレスタンクだからバニラみたいなで、そういうねナッツみたいな香りは一切しないんですよ。うん、あと白いお花みたいなね、結構癖がなくて、うんね、確かに飲みやすい、スイスイいけるわ。前菜系、あ、生ハムとかとオリーブとかすごい合うと思うし、はい、みなみちゃんどうですか。なんかすっきりしてるけど優しい甘みもあって美味しかった、うん、ですね。これ美味しいわ。いくらだっけこれ。これはお値段1300円です。1300円だったらめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいよね。ね、バントフランスっていうことで、本当フランスのどこのブドウかわかんないわけだけれども、残念なことが多いけど、ね、残念なこと多いけどとても美味しいですね。そうそう、このねブドウに一番使われてるコロンバールっていうのはよくブランデーで使われるようで、結構辛口の白ワインを作ることができるんですね。はい、これはとってもいいです。とっても良き、お風呂上がりに何もつままずに行きたい。はい、そんな感じですね。まあ、ちなみにここのワインメーカーさんはとてつもないね土地を持ってて、3000ヘクタールっていうことで、あの東京ドームで換算すると652個分のねブドウ畑を持ってるんですよね。だからこそこういい混ぜ合わせで美味しいのができてるのかなっていう勝手な考察です。はい、では2本目はこちら、ル・ブランデ・モアンヌという作り手のベルジュリー・ドゥ・ラ・バスティード・ルージュです。はい、お値段は1200円、さっきより100円下がります。でセパージュはこんな感じ。はい、でこれはねラングドック・ルーション地方ということで、かなり南の方に位置していて、でワインが育つには最高の場所なんですよ。ラングドック・ルーションとかその南の方って、その手間をかけなくってもブドウがすぐすぐね成熟してくれるから、お手頃のワインも本当に多くって、日常的に消費されるワインが多い印象です。ね、フランスの方たちもこの南スのワインをね結構ねデイリーワインで飲んでるんだろうなってねすごい思いますけれども、はい、飲んでみますか。じゃーん、結構色味は紫、しっかり紫な感じで、なんか香りはちょっと甘やかなんだけど、赤い果実系かな、ベリーとか。はいはい、ピーどうでしたか。そうだね、うん、甘いね。ただ力強さは結構あるね。おお、やっぱこれはグルナッシュから来るパンチなのかしらね。で、なんか一緒に入ってる山荘っていうのは結構果皮が薄くてタンニンが少ないから、なんかラズベリーとかザクロとか、やっぱなんか果実系、やっぱタル感はないよね。うん、なんかみんなでスイスイ行く感じの、なんか2人でしっぽり飲むワインじゃないねこれ。確かに。みなみちゃんどう思った。ちょっとあんまり香りが得意じゃない。無垢じゃなかった。なるほどです。でもね、なんかね、これはね、なんとなくね、予想できたんですよ。南仏の、赤ワインでしょ。多分こんな感じかなっていうのがあったので、ちょっと私、おつまみ用意しました。それは、ラタツイユ、イエーイ。これはですね、あの、パプリカとか、ナスとか、玉ねぎをオリーブオイルで炒めて、カットトマト缶をね、入れて、まあ、煮込んだみたいな、そんなお料理なんですけれども、これはね、あのちょっとね東の方にあるプロヴァンスの郷土料理でございます。だから南仏の郷土料理ということで、ちょっと一食単にして作ってみました。安価なワインってあの単体で楽しむより、やっぱ食事と合わせることによってポテンシャル発揮されるイメージなんですよね。はい、ということでね、ピーとみなみちゃんの分もね作ってきましたんでね、ぜひねペアリングっていうことで合わせてもらいたいです。こちらでーす。いただきまーす。もう全部オールお野菜だから体に良いですね。いただきます。うん。自分で作ったけど美味しい。美味しいよ。あ、良くない？うん、良いね。これ合わせると全然違うね。すごく合うね。すごく合うわ。え、めっちゃナイスじゃない。なんかね、さっき感じてたその軽さっていう、なんかラズベリーとかザクロっていうのが、なんかもっとね、果実味がね、こう力を出してきた感じ。なんかワイン自体にね、こうラタティールと合わせれることによってパワーが増したというか、え、これ感動なんだけど。すごい熱くなってきちゃった。
めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ合うね。なんだろう、このワインの甘みとラタトゥイユのちょっと酸味が合うのかな。あ、そうだと思う。うん、やっぱトマトいいね。みなみちゃんどう？なんかさっき飲んだ時アルコールめっちゃ強すぎて私はね、うん、ってなったけど、うん、一緒に食べたら美味しかった。これはめっちゃいいわ。だから皆さん、あのこのワインはですね、単体で飲んでこううんぬんかんぬん言うんじゃなくって、ラタトゥイユと合わせてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。イエーイ。まあ、まとめると、まあ、白ワインは単体でも全然いける。白の方がやっぱこの値段だったらいいかもね。まあ、手出しやすい。だってご飯とか自分で作るけど、その自分のためには作んないし。まあ単体だと白の方が1300円でしょ。1300円。うん、わあ、レベル高いかなと思った。うん、トータルのバランスはね、とっても良かったね。みなみちゃんはどうでした？うん、白ワインはなんか安いけどいろんな香りがしてすごくいいと思った。よかった。はい、で私はね、あのね、自分でそのこのワインにはその飲む前にこうラタトゥイユが合うんじゃないかって思って作って合わせてみて美味しかったからすごい感動してる。これいいですね。あの、ぜひね、お食事作るのが好きな人とかはね、飲んでもらいたい食事ありきのワインでございます。ぜひね、本場フランス人が実際に飲んでいるデイリーワインね、皆さんもさ、そうやってなんかこれフランス人も飲んでんだぜみたいな感じで思うとちょっとテンション上がりません？ということでやってみてください。はい、突然ですがここでクイズです。フランスワインで、あの、私がね最近美味しいと思ったデイリーワイン、1000円台前半のロゼがあるんですよ。今日はね、紹介したの白と赤なんで、でロゼってお安いものだともう軽やかすぎちゃったりとか、ちょっと甘さでなんかこうごまかしてたりみたいなって感じのもの多いんだけれども、こちらは酸の骨格を感じて、もう1000円台とは思えないような美味しさのワインなんですよ。それは一体何でしょうか？はい、で答えは概要欄の URL からワイン三昧公式 LINE を登録してください。そうすると気になるロゼの答えが届きます。で、また公式 LINE ではおすすめワイン30選の PDF 超有料級のものを無料でプレゼントしてるし、私がやっているオンラインサロン家の水三昧部も、まあ、LINE 読者限定でご案内してます。ここではね、その1000円ぐらいのワインで美味しいワインはこれだあれだみたいな感じで、ね、誰もね、みんなを否定せずにいい情報交換ができてる素晴らしいコミュニティなので、ぜひぜひ気になる方はチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。